こんにちは、こうです。昨日ですね、このスマホをヒーリンググッズに変える動画をお送りしましたが、なかなか上々でしたので、今回もですね、スマホをヒーリンググッズに変える動画をお送りしたいと思っております。昨日はですね、嫌な感情をスマホを持つだけで、消していけるというものをですねお送りしましたが、今日は昨日は心でしたので、体にしてみようかなと思います。どこか体にですね痛みがあるときにスマホを持っていただくと、その痛みがじわじわと消えていくというものをですね、作っていきたいなと思っております。まずは1分間ですね、お手持ちのスマホに痛みを取る気を私の方で送っていきますので、目の前にスマホを用意してくださいませ。そしてスマホでこの動画を見ていただいている方はそのままで大丈夫です。では1分間お送りしていきますね。はい、参ります。はい、1分経過しました。それではスマホをですね置いていただいて、体のどこか痛みを探してみてください。で、痛みがない方は例えば関節ですね、この曲がりづらいなとか、回しづらいなとか、ひねりづらいなとか、そういったところをちょっと確認していただいてよろしいでしょうか。で、痛みの方は数字をつけておいていただくといいんですが、10がマックスで痛いとすると、今腰がちょっと痛いので3とかですね、客観的に数字をつけてみてください。で、この数字は特に、正解とか不正解というのはないので、自分が客観的に判断できれば、何でも構いません。ざっくりと数字をつけてみてください。それでもつけにくいという方は、今のその不調具合をですね、なんとなくでいいので把握しておいてみてください。はい、確認できましたでしょうか。では、確認できましたら、今度はスマホを持っていただいて、その数字がですね、下がっていくことを確認してみてください。まあ、5だった人は、触ることで、だんだん4になっていくとか、3になっていくとかですね、そういったところを確認してみてください。はい、いかがでしょうか。スマホをですね、痛いところにピタッと貼り付ける必要はないので、持っていただくだけで大丈夫です。ピタッと貼り付けずに持っていただくだけで大丈夫です。はい、では念のためですね、さらに2分間スマホに痛みを取る気をお送りしていきますので、よろしくお願いします。ではさらに2分間送っていきますね。用意スタート。
はい、完了です。はい、本日はスマホをヒーリンググッズに変える体の痛み取り版をお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。昨日お送りした嫌な感情を消すものとこの体の痛みを取る、まあ、どちらかをですねスマホに入れていただくといいですね。この両方同時に入れた場合はですね、最後に入れた方が動くと思いますので、で今後ですね何かちょっと考えまして、1個のスマホにですね心と体両方入れられるようなことも考えてみようかなと思っております。ぜひ楽しみに待っていてください。それでは次回もよろしくお願いします。またね。